3580の滋賀支部の水口由紀です。レースは思い切ってレースできたらなといつも思ってます。でハマってることは特にないです。宿舎はできるだけゆっくりできるように癒しグッズを持っていきます。食べることが好きなので特に嫌いなものはないです。今節はフライング休み明けなのであまり張り切ってスタートはいけないけど他のところで頑張ろうと思います。3645徳島支部浅田千秋です。レースは、スタートだけは遅れないように、少しでも早くを狙ってます。ハマっていることは、ルービックキューブで1面しかできなかったんですけど6面揃えるようにハマってます。宿舎で必ず持っていくものは、お肉を絞るためにヨガをやってるのでマットと DVD を持っていきます。好きな食べ物は焼きそば、お赤飯。嫌いな食べ物は、ふきです。今節の意気込みは、徳山久しぶりなんですけど大好きなレース場なんで、ご飯も美味しいので頑張ります。4419埼玉支部原香織です。自分のレースはスタートを行ってしっかり攻めるところを皆さんに見てほしいです。ハマっていることは結構 DIY とか物を作ったりすることにハマってます。宿舎に持ってくるものは結構美容の用品とかあとは、健康器具とかを持ってきて宿舎で癒されてます。好きな食べ物は、結構あるんですけど嫌いな食べ物はホワイトアスパラガスです。今節最後まで精一杯走ります。応援よろしく。登録番号4611番福井支部の今井美也です。自分のレースは攻めるレースを心がけているのでそういうところを見てほしいです。ハマってることは愛の不時着にハマりたい乱したことです。好きな食べ物は最近は、モロッキューです。今節は徳山大好きなので私は最近リズム本当悪いんですけどいいレースが少しでもできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。4642香川支部の松岡奈美です。レースはスタートして攻めていけるレースを心がけているのでそういうところを見てほしいです。ハマっていることは今は行けてないんですけどお城巡りにハマってます。宿舎で必ず持っていくものは、コーヒー豆を持って行って、自分で挽いて入れて癒されています。好きな食べ物は、お肉で嫌いな食べ物は野菜ですね。今節は、フライング休み明けなんですけど、一生懸命 1% でも船券に絡めるように、頑張ってレースしますので応援お願いします。登録番号4738埼玉支部清野翔子です。自分の見てもらいたいレースは、スタートをしっかり行ってまくれるレースがしたいです。ハマっていることは、ゴルフと、韓国ドラマを見ることです。移動や宿舎で持っていくものは、
なんだろう、 Bluetooth イヤホンです。好きな食べ物は、トマト、チーズ。嫌いな食べ物は、レバーとか、あれなんだっけ、あのパクチーとかです。今節は一層一層集中して、走りたいと思います。よろしくお願いします。5052大阪支部、赤井セリナです。握っていくターンできた時に見てもらえたら嬉しいです。ハマってることは温泉に行くことで、宿舎には最近加湿器を持って行ってます。好きな食べ物はそうめんです。今節初めてなんで、水面早く慣れていいレッスンできるように頑張ります。5088大阪支部の高畑敷です。自分のレースは展開を冷静につくところです。ハマっていることは家でゆっくりしたり犬と一緒に寝たりすることです。宿舎では最近は本を持って行って読むようにしています。好きな食べ物は焼肉です。徳山は初めてなんですけど、早く水面に慣れて攻めるレースができるように頑張ります。施設からよろしくお願いします。